これはコンビニでこの間見つけてなんとなく買ったんですけど、可愛くて、水鉄砲なんで、このパキパキした形の恐竜っていうのが見たことなかったんで、あとこれはゲーセンで、ゲーセン好きで結構見つけるとやってみるんですけど、これは取れたやつで、ゲーセンで、でこれは本当に 狙ってたこの色のやつが取れて、うるさいんですけど、こういうやつです。あとこいつはマックのおもちゃ買いに買おうとした時に見つけて、このグラデーションが結構うまいなと思って、塗装がでいい色だったんで、ちょっと噛まれてぐちゃぐちゃになっちゃもったいないんで、俺が自分用に買いました。まあ、こんな顔の鳥は俺見たことないんですけど、こんな足の鳥は見たことあるんですよ。でなんかそれが一緒になっているっていう、偽物と本物のなんか合体っていう、そういうのが好きで、ずっとフィギュアとかめっちゃ集めてて、こうやって本当こうやって戦って遊んだりもしてたし、それ以上にやっぱなんか触ったり見たりするのがすげえ楽しくて、子供の時から多分そこはあんま変わってないですね。